さあやっていこうか。バーチャロン実況継続です。フェイエンでね、ノーコンクリアはできたんでね、一つハードルを上げるとなるともうここだな。サバイバルモード、ライフが回復しなくなるモードでやっていきます。で、まあ色はね、ちょっと 2P カラーを使っていきます。ここからね、毛色が違うっつう、本気度を上げていく。正直な、残ってる機体を一応紹介したいってところもあるから、それも含めてねやってって、ライフ回復しないっていう縛りでやって、可能性があるのはまあサイファーでしょう。サイファーでしょう。所さんのね出てた番組なじゃないな、ほんまでっか TV か、さんまさんの番組な。ビートだけしてないや。所ジョージが出ててね、所ジョージがそのほんまでっか TV に出てて、スペシャルかなかな、あれを紹介してた、輪投げを紹介しててね。うわ何やってんだよ俺は。お早っ。輪投げを紹介してて、でその輪投げ全然入んないらしい、ね、3つの輪投げでね、3つのなんかこう紐状の輪を投げる輪投げなんだけど、10回100回1000回1万回とかそれぐらいやると入るみたいなことを言って、ね、どうすれば入るのか、回数を重ねれば入るみたいな。つまりこのバーチャルのチャレンジを、ね、テクニックも大事だけど、もちろん試行する回数が大事なのかもしれない。一応修練を積んでこの場に挑んではおりますが、さあどこまでいけることやら。ただ今のところいろんな機体も使ってみてやってみて、ブラッドス、中間ボスのブラッドスは倒せてないです。一度も倒せてない。あんなんいけない。すごい上手い人で、これサバイバルモードクリアできる人いんのかな。人間技とは思えんのだが、近づかないでー。毎回パークだぞそれってさ。いかにその弾幕よけゲー格闘みたいなところである、弾幕格闘みたいなところもある。バーチャロー一発当たった。バーチャロンだが、危ない。今の見て避けるんだからな、すごい世界だよな。弾を避けてるもんな。俺がもしもあの宇宙世紀に生まれていたら、あんな弾を避けるんだろうな。宇宙世紀に生まれていたら弾をこうね、弾を弾で相殺しつつ撃つみたいな。スーパーエースだ。さあグリスボック、グリスボックは弾幕を張ることが得意だが、一つグリスボックにも弱点がある。それは近接が弱い。えっ、ゆい、間違えた。うわ、危ねえ。ここは弱点。あ、違う。打つ。これでよし、とどめ。これがバーチャロンかっていう動きをしてるな。これがバーチャロンかっていう。エンジェラン、いけそう。まずいね。全部かわせない。避ける方法が悪いんだろうな、方向が悪かったんだろうな。もう一発でまた死ぬの。うわ、あ、一応当たったのか。やめてー。もうね、方法は一つ、これしかない。あ、ふう、運が良かった。たまたまだね。
よし、ここまで来れた。動画にしよう。これをあげよう。ブラッドスを倒せても倒せなくても、ここまで来れたのがサイファーで初めてだ。あんまり得意じゃないんだ実は。そんなには早すぎて軽すぎて。ここまで OK。 いい流れ。あは、あは、間違えた。一発で終わるもん。ほなまた。